はい、どうもヨウです。12番ホール、410ヤード、右に見えるバンカーを越えるのは262、左のバンカー234で越えますが、左引っ掛けるともうすぐ OB になっちゃうんで、こうね気をつけて、右は広いんでね、バンカー入ってもしょうがねっていうぐらいの気持ちで、打っていこうと思います。当たりが薄かった。多分ちょっとね、かけて左のバンカー入った音がしたかな。セカンド地点です。残りが170。もうアゴは高いんで、ちょっとこれ距離打てるアイアンでは上がらねえんで、ピッチングで、残り50ぐらいまでいければいいかなと思います。トップしたまずいからね。はい、ピッチングで打っていい当たりしたんでね、残りが50ヤード、まあ予定通りのところまで来ましたが、ね、ただちょっとライがね悪い。しょうがないよね、ラフ打ったんだから。先週ね、転がしていった方がいいかな、この場合は。上げるなんかよりも、センターからちょっと入ってるぐらいなんで、こっちの角度ちょっと右出して、うまく転がってくれればラッキーかな。30センチぐらいフックします。597ヤード、パー5。
ここはね、フルバックまで来るとね、あとも広いんで、まあ気にせずに、あのとんがった山狙って振り抜いていければ最高かな。今一番上まで来ました。これから下っていくだけなんでね、まだいいですが、最後の登りです。セカンド360、5番ウッド、やはり広い方を打っていきます。はい、結構前まで来てくれてました。残り105ヤード、ピン手前です。で、結構上げてるんで、50にはちょっと届かないんで、ピッチングでライン出して、110打っていくような感じで打ちます。自分で言っちゃダメだよね。ちょっと受けてるグリーンなんで軽くスライスすると思います。距離合わせて30センチぐらいかな、スライスすると思います。今日は全然弓が合ってないんで、どうなるか分かりませんが、5メートル。